ため取りはしないと言ったな。あれは嘘だ。さあ、ため取りやっていきまーす。滑りすぎるツルツル氷石像の仕掛けに気をつけて、さあ、やっていきますよ。ため取りなんてね、ため取りしまくりますよ、もう。もうね、僕はクリスマス12月24日にため取りをいっぱいしちゃいますよー。さあ、この撮影日12月24日。さあ、クリスマスが今年もやってきました。さあ、クリスマス雪。さあ、このステージ、クリスマスにぴったりのステージとなっております。投稿するのは2016年だけどね、気にせずやっていきましょう。さあ、どういうステージだ？全くね、全くステージの、確認とかね、そういう下見とか全くしてません。怖いんです。下見してないんでめちゃくちゃ怖いです。どういうステージなんだこれは。こう行って、こう行って、こう行くから、こう行って、こう行きの。どういう感じだこれ。どういう感じになってんだこれ。やめてよ。さあ、ここまで来たけど、どうしよっか。ノリでここまで来てしまったけど、合っているんだろうか。さて、ノリでここまで来てしまった。果たしてこの道で合っているのか。これ登らなきゃいけないね。ノリでここまで来たけど、どうしよう。ラララ言いながら、ノリで来てしまったが、合ってるのか？合ってるっぽいね。これ、あれで、ドゥンチ、ボーツで、ボーツするやつ。さあ、ぼってするやつ久しぶりに見たな。やっぱ、冬は寒いからね、焚き火が必要だからね。ララ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 。こうか？オッケー。よいしょ。余裕だね、このステージ。意外と簡単にクリアしちゃうんじゃないか？よいしょ。意外と簡単にクリアしちゃいそう。よいしょ。あ、あ、こっちから、こっちからか。こっちからね、はいはいはい。難しい方行ってたわ。はい。これで、登れると、素晴らしい仕掛けですな。よいしょ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 。なんか意味なかったんじゃないかと思えてきた。危ない。危なかった。貝殻が見えた。一瞬貝殻が見えたから避けれたわ。で、どこだ？こっちか。よいしょ。これ溶かして意味あんのか？あ、こっちか？こっちなのかわかんない。どっちだわかんない。カラス怖いんだけど。カラス何もしないのかい。このカラス絶対何かすると思ったんだけど。あ、何もしないんだ。じゃあ倒そう。おやだー。さあ、このクソガラス。ほんとクソガラス、ほんと。ほんとお前クソガラスだな。調子に乗ってんじゃねえぞ、クソガラスが。お前のせいでここまでやり直しに何分かかったことか。3分もかかってないでーす。3分もかかってないでーす。やり直し。ね。3分かかってないからね、やり直し。意外と。意外と時間差かかってないっていうね。さあ、どんどん降りていきましょう。もうそろそろクリアなのかな？そろそろクリアだよねー。そろそろクリアだよねー。知ってる。こいつらも邪魔だな。え？もう。こっち？こっちもしかしてこっち？こっちなの？どっちなの？
さあ、どっち？こっち。こっちですか。怖いんだけど。あんまりスピード上げたくな。そんな感じな。はいはい、わかりました。よいしょー。よいしょ。お前ら出てこなくて、絶対この上にも溶かす場所あるよ。絶対に溶かす場所あるから。もう断言する。絶対に溶かす場所。あ。溶かす側だった、向こうが。溶かして欲しい側だったな。さあ、戻りましょう。何もいないの、確か。何もいなかったよね。何もいなかったよね、確か。何もいないの、オッケーオッケー。じゃあ、戻ろうか。さあ、ペンギンがまだいる。ペンギンまだいるね。ペンギンちゃーん。ペンギンちゃーん。いないよね、オッケー。で、溶かしたから、この作業、長いな。もう。出てこなくてよろしいよ、あなたは。あなたたちは出てこなくてよろしい。さあ、めんどくさいとこ来たよ。もう、こっち絶対見ない。こっちだ。絶対こっち、絶対こっち。絶対こっちだから。あそこ、全く意味ないから、絶対に。絶対意味ないから。で、ドゥーン。ああ、そういう感じに、オッケーオッケー。さあ、戻りましょう。ね。あ！しゃあ、いけたー。しゃあ、無言プレイで頑張っ、しゃあ、無言プレイで頑張ったぜ。頑張ったぜ。めっちゃ頑張ったぜ、おら。頑張ったよ、おら。クリアー。しゃあ、クリアー。宝物なんだ。虎のパンツ。さあ、ついにボスステージ、プチアウレヤングロへ、なんだか秘密がありそうって感じでやっていきましょう、ボス戦。しゃあ、ボス戦だ。いたずら好きのプチオーグラヤンゴ、もう許せないぞ、の前に。ドゥルルン。ドゥルルン。ドゥルルルルルルル。間違えた。L じゃなくて B だった。間違えた。コピーしまーす。あ、4の4コピーしてなかったんだ、そういや。忘れてたわ。じゃあ、早速ね、4の5、ボス戦、行きたいと思いまーす。
マンボウちゃん。避けた。避けられた。僕の好きなタッコ。4号ちゃん。ギャー、助けてくれ。うふふ、かわいい。ハマグリ。うふふ、よ。女か。あなたの愛らしさを永遠に閉じ込めてあげる。うふふふふ。あははは。あ。どんまいキョロスケ。どんまいキョロちゃん。これ持ってける？あ、持ってけるやつか。持ってかないといけないやつじゃね？これ確か。これ多分持ってかないといけないやつじゃね？このスピンアタックでいけないんだ。重たすぎるんだよ、キョロスケ。もっとダイエットしろや。スピンアタックで持ってけねえじゃねえかよ。重たすぎて。あかん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 。もう、めんどくさ。これはね、めんどくさい。これはマジモンのめんどくささよ。マジモンのめんどくさいってこれ多分。ちょ、マンボ。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 疑惑の判定。疑惑の判定じゃん。あれ、スピンアタックで持ってけたな。よし、あ、持ってけるわ、スピンアタックで。持ってけんじゃん。これが、こういうことね、オッケー。こういうことね、オッケー、オッケー。こういうことね。オッケー。持ってけるじゃん、普通に。よいしょ。よいしょ。よいしょ。もう、凍り上がって、キョロスケ。なんで凍ってんだよ。よいしょ。よいしょ。あー、めんどくさいやつ、めんどくさいやつ。オッケー、めんどくさいやつは、もう先に排除するか、こういうやつ。めんどくさいやつは。先に排除しよう、めんどくさいのは。あれで、あれで攻撃当たったらもうひとたまりもねえからな、もう。たまったもんじゃねえや、こんなんで。ここまでやっと運んだのに。よいしょ。あー、どっちだ、これ。こっち行ってみようか、一回。違うね、オッケーオッケー。あー、キョロスケ。ほんと、世話の焼ける、もうハマグリだな。よいしょ。もう、もう、もう、ほんとハマグリの分際で。やあ、クリオラ。クリオレか。右方向異常なし、前方向異常なし、左方向異常なし、サフィーでチューチューチュー。さあ、キョロスケでチュー、そう、カチンコチンでチュー。さあ、カチンコチンどうしましょうか、チュー。ちょ、キョロ、4号がね、一人でチュー、プチヨガの4号。インチケ、インキ。さあ、口悪い。だってでチュー。吹雪じゃなくて、炎入ってるチュー、おかしいですわ、4号。二人いるのかしら。キョロスケどうすんだよ、しまけになっちゃう騒ぎじゃないっすよ。これあの、温泉があるっちゅう。温泉で溶かすっちゅう。ということで、温泉行きましょう。さあ、温泉で溶かすっちゅう。さあ。だいたい分かったよ。うん、だよね。だよね。あー。温泉ちょっと貸してよー。できないよー。寒いよー。お願いでっちゅう。ハマグリうるさいから嫌いだよー。静かでいいよー。温泉から出る気ないよー。ボンビーさんに温泉の温度上げないといけないわー。いやー、下の扉にいるでちゅー。さあ、行きましょうか。あー、もう怖い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 。もう怖いからやめて。やめるでちゅー。怖いからやめるでちゅー。どっち？上じゃないね、下だね。絶対した。絶対して、絶対したらから。絶対したらから。怖いでちゅ。よいしょ。いやー、どこだどこだどっちだ。もしかして三人、ここに三人いるって感じか、もう。まとめて。ここにもまとめて三人いるパターンか、もしかして。まあ、どっちでもいいけど。こういうの楽しいよね。よいしょ。よいしょ。んーで、下にペンギンちゃんがいる。オッケー。さあ、ここに、あ！はい、ということで、先ほどの映像は2015年のものとなっております。ここから2016年、
新年明けてからの撮影頑張っていきましょう。もうね、全然触ってないんで、動画見直してどんなステージか確認しました。さあ、新年一発目のね、ノーダムスタフィー。一発目とか言いながらもうすぐ2月に入るんじゃねえかってレベルのね、そんな日になってますが、気にせずやっていきましょい。はい、やってまいりました。はい、ね、動画の場所までやってまいりました。もう長かった。なんで一回死んだんだよって突っ込まれるかもしれませんが、気にせずやっていきましょう。これ貝殻絶対取らなきゃいけないポイントこれ。はっ！ちょっと待って。ダメージ受けたから最初からしないといけないんですけど、この強制貝殻ポイントがあった場合は、そこのポイントからでしたっけ確か。どうだっけちょっと、一回動画見直してきまーす。はい、調べてきました。前の動画、過去の動画ね、遡って。見たところ、ノーダムスタフィー1のところで、なんとなくなんかあって、そういうのが強制マーメイドがあったときは、そのときはデータを消さなきゃ、その初めからができないという、感じで、ありにしてたんですけど、今回のノーダムスタフィー2では、そのデータをコピーしていれば、またそのステージの初めからっていうのができるので、今回の強制マーメイドは、触れた瞬間、そこから、ね、その先ダメージを受けてしまえば、また始めからという形にしたいと思います。なのでね、そのステージ、その一つのステージをクリアするまで、一回もダメージを受けちゃいけない。そういう形を取ら、そういう形をね、取らせていただきます。その、そこら辺で不良の事故で、マーメイドが触れてしまった場合は、罰ゲームありですけどね。その先でダメージを受けてしまった場合は罰ゲームってなりますけど、強制マーメイドに関しては、ただ最初からにするという、また初めからステージの最初からにするっていう、形を取りたいと思います。なのでダメージを受けちゃったんで、もう一度このステージ、初めからやりたいと思いまーす。とりあえず炎に燃えようか。燃えて、バイバイ。では、頑張っていきましょう。さあ、強制マーメイドはこうやってね、絶対触れてしまわなきゃいけないので、触れて、先に進みましょうか。はい、ちょい。はい、炎でボー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 、ボー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 しといてからの、から、ここは関係なかったか。ここは関係なかったか。まあいいでしょう。この先に多分、ボボボボボボボちゃんがいるんでしょう。下見えない。下見えないが一番怖い。下が見えないのが一番怖い。お、なんかいるね。なんだお前、こっち来るんじゃねえよ、この野郎。やかましいや、この野郎、この野郎。いっぺん小麦食ったばるぞ、この野郎。だよ、おかげだよ、スタッフに助けて。スタッフ？邪魔が入ったんならしゃーがねえの。さあ、早く燃やしてくれ。助かったよ、スタッフィー。柄の悪い点から回ってたんだ。温泉の温度ぬるかったよ。めちゃくちゃぬるかった。もっと燃やしてくださーい。出口まで送ろうか？はーい、送ってくださーい。またねー。ありがとうございます。まさかまさか出口までね、お送りしてくれました。出口まで送ってくれる優しい昆布ちゃん。さあ、次の第2ステージも行きましょうか。さあ、第2ステージはおそらく上でしょう。さあ、ここからは本当に未知の世界がやってまいります。さあ、未知との遭遇頑張っていきましょう。さあ、まずは1棒、1棒、水中なのに1棒、そして2棒からの入ります。さあ、入った先は本当に未知との遭遇。氷ゾーン来ましたね。久々の氷ゾーン。ピキ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 ってね、凍らせます。
今回のボスなんとなくわかりました。はい、で今回のボスなんとなく僕予想ができました。ああいう感じですね。もう今回のボスの倒し方はもうわかりました。思い出しました。そういうボスですが、わかりました。ここね、タイミングよくいい感じに、ピロ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 ってね、やっちゃうと、こう、隙間が通れると。さあ、ここは全然大丈夫。そして、ここにもピロピロがいるから、ピロピロしとく。ピロピロしといてからの、からの、ピロピロからの、ここの先、この先、ピロピロは、ピロピロいない。さあ、余裕でクリア、何すんねん、あんた。あなたのミニック姿も、私の氷の芸術によって、永遠に美しくなれる。感謝して氷付きなさい。なんで氷付きされたかって何年なんだ、スタッフィー。スタッフィー？まあ、たんたですか。次にしましょうね。さあ、また昆布を助け。いやー、ええタイミングやったで、ほんと、スタッフィー、もうちょっと凍えたものとかやったわー、ほんと。ほんと、あんたがすんのか、ええー、よ、もう十分やと思うけどね、まあ、ええー、わーってね。と、俺はこの野郎ってね。ちょ、おいしい、これ以上熱くしてあげるしまうから気ぃつけやーって。帰るの？送ってこかー、送って、ちょっと、ちょっからそこら辺のコンビニまで送ってっちょー。さあ、送ってもらえ、コンビニまで、セブンイレブンまでね、送ってもらいました。僕はローソン派です。さあやっていきましょう。もう関係ないことベラ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 喋ってますが、僕の実況は止まりません。さあ、第3ステージ。第3ステージはおそらく左側。左側に行きますと第3ステージへの扉が開かれるでしょう。その前にね、このペンギンちゃんをピュッと倒す。これね、氷の足場を作ります。足場を作ることによって登ることができる。さあ、ここもね、しっかりと足場を作っていきます。足場を作って、この上は関係なく登りましょう。そして、ここでね、また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 、こんな感じのステージがやってまいります。ちょっと雪が、粉雪が降る。粉雪ねえ。ねえ。さあ、ミスった。ミスってない？ミスってない？ミスってなかった。ミスってなかった。さあ、ここら辺も、ちょっとカラスちゃんが邪魔なので、カラスちゃんを左にやってから、ピロ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 ってします。これはちょっとこうしないと。登れない！